動画は待望の EX 第1弾。先頭はリボンが50連を回して村上選手を獲得しました。そして本日の動画では大輝が残り20連、そして正義が50連を回していきます。果たして2人はリボンに続いて狙いの選手を引くことができるのか。後編スタート。 EXS もう順番すごいことになってる。 A と E と X だから、 X だみたいな。どういうスペルこれ。ということで本日は大輝が残りの20連、はい、と僕が50連、そして1、2段混合の契約書1枚ずつ、2枚、合計2枚、はい、はい、回すということで S 確定は3枚、うん、という戦いですね。そうね、いやだいぶ戦いですよ。大事な EX でございます。はい、来たよ。僕は結構重要な EX なんです。そうだね、1段なんかまだね、うん、持ってる人多分2人多いんだけど、おいおいおい、まあ、持っているけど、うん、どうしても必要な人がやっぱいるんで、はい、なるほど、僕は当てていきたいと思います。はい、それでは早速いきましょう。レッツゴー。はい、前回爆死した大輝でーす。違う違う、挨拶、今回も爆死する大輝でーす。おーおー、分かってるね、今ツッコミ待ってたんだよ、これ。前回も言った通り狙いの選手はマルさんしかいません。はい、これはもうスピ上げですね、完全に。以上、残り20連回していくぜ。分かってるやついたら手あげろ。あの東京リベンジャーズ。ちげえよ、全然ちげえよ。全然わかんなかった、ごめん。お前ここまで爆死してまだガチャ引くのひよってるやついる。あ、そうだ、俺一回見てないからわかんない。やんなじゃん。あと20連しかないからね、はい、サクッとここで S 出しまーす。レッツゴー。でももう確定外しかないからね、お前。そうなんだよ。やばいね、お前。いよいよ。エイスゼロ。やばい。うーわ、出た。これが闇か。はいはい、もういいです。キープしたいもん、俺、ここ、マジで。もういいよ、俺、ほんとに。はい、あ、もう、もう、もう。よし、よし。フラグだ、フラグだ、フラグだ。うわ、うるしゃ。あ、出た。ベストタイミング。はい、いくよ。はい。10連目いきます。 EX カツオカブラスト50連目、ここまでですね。俺は、俺が最後ドラマ見せる音だから50連目レッツゴー。もう俺ガチャ引くなって言われてるもん。怖怖いやん、怖いやん。やだ。いや、この顔になるの当たり前ですから。この機種がほらね、こうなるでしょ。はい、おお、サッチ、サッチ。爆死は逃れる。はい、10連目いきまーす。はい、S 出ませーん。おお、マーク、でかい。でかい、でかい、でかい。最弱の男輝いてるね。来ました、大輝、かっこ。最弱の男。ってことで、最後 S、エキサイティング第一の契約、第一2弾、近藤。近藤、あ、近藤、あ、ケイスケ先生だよ、これ。近藤先生出るよ、これ。引退しろ。どうや、これね、24分の1だからなー。ちょっと丸さん当たる確率低いんで。千賀さん、吉田さん、山本さんもちょっと欲しいかな。僕、これでラストです。続いて正義が行くんでね、ここで決めます。課長風月、裏表、指から一本。よくわかんない始めた。またこれまたよくわかんない、全然わかんない、よくわかんない始めた。何の、何のあれかもわかんないし。いいんだよ、流れで言ってんの今。終わったよ、これ。じゃあ行く、俺行く、行くよ。マルさん、あ、間違えた。スキップします、行きます。マルさん、マルさん、おー、じゃあ、まあ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 、カズマでもいいけど。当たりやん。まあまあいいでしょう。うわ、マルさんがよかったー。もう僕は見どころゼロなんで、最後、正義さんに見どころ。いや、俺は絶対バチバチいきます。いや、そうだね。じゃあ、マジ応援してるから。はい。行きましょう。イェーイ。ラウンド。わしゃの一番欲しい選手、うん、はい、吉野部山本。世界に山本。僕はあのー、去年の EX の山本さんも今も使ってるので、はい、もうスピ300アップ、はい、いや、だいぶでかいね。超大幅強化、ただ単に本当に上位互換だから、絶対僕はこれ選択契約書で選択じゃないか。最後の60連目で取り行く選手ですね。はい、はい、まあ、あとはね、イチローさんですか。あとはね、まあ、丸さん、丸さん、丸さんだね。もうこれもね、リボンが言った通り、確かに来シリーズって能力下がるんで、うん、これ取っておきたいな。そうだね、はいはいはい、もうめちゃめちゃリアタイ打ちやすい選手なんで、うん、僕は丸さん欲しい。はい、はい、でもう一人柳さん、もう写真が欲しい。ほんとそれだけ。着せ替えでも何でもいいから、着せ替え用に欲しい、うん、確かに欲しいね。これを一生この写真にしておくから。あ、そうあの、どの柳さんが着てる、はい、そのために欲しい。いや、惜しいね。この3名でございます。はい、それ以外でマー君とか当たってくれればな。そう、でかいね。ノーマルですね、もらう。お願いします。楽天に引くことないから。月の出る確率たったりしてる。レッツゴー。レッツゴー。
一瞬なくなったの。もう絶対ないよ、絶対ないの、ガチでなくなったの。こんなに出ないのおかしいもん。本当になくなりましたから、確定演出が。なんなの、あっあっあっ、飛びた。まあ、飛んでからですよ、気持ちよくさせてくれ。まあ、10年目はみんなね、はい、S は 50% だね、確定以外は。はい、 50% で EX、 A は 30%、 はい、だから A の回収も大事になってくる、現役生だから大事大事。今日ね、あのね、気持ちがね、高ぶってるから、おー、多分弾けるんですよ。じゃ今日いけるよ、Let's go。ほらね、ショートで言いながらの挨拶代わりの爆笑はしてるんですけど、ここはね、もうそうだ、いけるんですよ、はい、今日はいけます。俺もいけたから10連爆笑して20連目いきます。いきましょう、吉野君、カモン、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、まだ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 裏がない、ほんとにいなくなってる、ほんとにないよ、絶対いなくなった。あー、そうなんか俺らの楽しみ奪うんだ、そうやって。なんなんですか、よくないよ、ほんとに。最初にこのね、摩擦摩擦の来た、摩擦的青、惜しい惜しいな、あと2個すぎたな、2個すぎ、よしのぶ、やばいやばい、おっと、なんか EX 渋くしてる。いや、これでも結構や出ないね、ほんと。おお、ターニング、まあ、だから他のね、実況さんもここで出てきた、かじ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 た、2までいってやれって、あと1文字なんだから。はい、20連目いきます。はい、おー、ソウスケ、はい、確定でございます。お山、1個目の山だ。俺も本当確定以外で1体でも出ないとマジ引退したくなっちゃうから。いや、本当またその時期で入るとダメだから。いや、うざいじゃん。まあそうね、確かに、なんで確定しか出ないのっていう話だよ。はい、じゃあ山本由伸さんお願いします。はい、ごめん、とんでもない。結果ね、山本選手出ればマジで OK、 出れば OK だね、はい、もしくは柳さん、はい、丸さん、3選手、謎の2枚引きも期待しています。ちょっとあり、ちょっと期待する。お、ま、混ざってる、混ざってる、混ざってる、はい、はい、やってまできたよ。これは EX の S 確定です。はい、いきます。山本さん、柳さん、丸さん、柳さんでいい、柳さん、柳さんでいい、逆にね、お願いします。お、グッドアッツ準備してくよ。うおー、グッドアッツ準備、グッドアッツ準備、うわ、今年の柳さんもエースの感覚ね。うん、柳さんとか言ってもこいつもどうせないの。 そうだよね、こいつも同い年なのよ。慶応戦だっていうか、柳さん仲良くしてやー、してやー、一生するから。俺はもう柳さん応援してるからね、うん、じゃあ40、50で1体はお願いします。確定が出したい。柳さんはもう出したからね、うん、吉野部で、うん、いいよ、次です。レッツゴー、もう3度目正直、いいいやなんでこれ言ってよ、もうあったな、終わるな、ほんとに進化すごかったからね。はいはいはい、ショートと一緒に、うわー、くっそ。いや、でもでも 50% よ、そう、50% 引く、引いて、吉野部、うん、はい、ノーマルだったらね、出ても困るけどな、俺逆に。ノーマルだったらもうマー君とかだね、うん、そこ3つ、うん、うわ、EX いいんだけどな。まあでもまあ、本当に別に弱くないからね、うん、本当は。ただ大田入るかどうかってだけだから。もう今年バカ活躍してくれれば、ね、そうだね、全然可能性はある、ね、来年継承するんで。はい、うわ、 S いいな、マジで。いや、よかった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 。おお、まさか P か、確定外で出てたのがめっちゃでかい、ね、そこはでかい、マジで、うん、お願いします、最後綺麗に飾ってください、はい、ガチャは、はい、綺麗に参ります。はい、実はやってたらしい。飛ばれる、飛びません。なんもないです。はい、吉信の A でお願いします。お願いします、吉信。おお、めっちゃくるやん。しかもさ、さあラストですよ、ここが本当の1、2段混合の契約書。はい、大事な福ベルト狙いを。ピカか、まあ、丸さん、うん、吉信さん、はい、あとはもう尻は持っちゃってる。あー、なるほどね。出されて、ギータさんもね、その特能の部分考えたら別にって感じだもん。うん、特能の部分考えたらノーマルなの強いんだ、うん、もしかしたら今年の EX、僕らは相性悪いのかもしれない、うん、いや、持ってる選手的にって話だよね、うんうん、いきます。はい、行きましょう、最後だね。かぶらなければって感じ。あ、そうだね、はい、はい、まあ、一番山本さんで、はい、これでラストなんで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とかよろしくお願いします。よろしくお願いします。おそらく次の動画でリアタイ純正決定戦ですね、はい、僕とリボンの決勝戦が、はい、上がりますので、はい、お楽しみ、お楽しみに。いでよ山本由伸、カモン。
くわーめっちゃいくじゃん。アニマルも引いてなかった。あれキャプテンにしましたよ。キャプテン最大ですよ。キャプテン最大ですね。でも今年も活躍してるんでね。そうだね。来年絶対強くなる。もう本当にお願いします。本当に日本のエースとして頑張ってください。お願いします。バイビーバイビー。